最後、ね、ちょっとロックの日までもう近いですよ。ちょっと自分の中で、毎回恒例、ロックの日までは、ザ・ピーズのことを話してもいいと自分に、ちょっとあれしてるんですけど、もうそろそろ近いですね。レビュー、たまろかクラブの、別冊が出るんですよ、本が。で、それに、一曲ね、選んで、自分でレビューを書くっていう、やつがあるんですけど、やりました？やってない？俺やったんですけど、バンドの人間として書いたレビューと個人として書いたレビューを載せようと思ったんですよ。でバンドのやつを書いて送ってもう一回応募フォームのところから入ろうとしたら、送信ありがとうございましたしか出ないんですよ。だから1回しか送れないから、これから書く人は気をつけて書いてください。140字じゃ足りないですけどね。応募した。あ、応募しました。もう1回しか送れないですよね。メダルいっぱいつかない。待って、そういうことか。いや、ちょっと自分の曲なんですけど、毎回ロックの日までは歌詞に武道館を入れるっていう恒例のやつをやります。曲がね、あんまりないんで、ちょっとラブソングに武道館を入れます。よろしくお願いします。でも次多分5月はもう一回あるんですけど、俺たちそれはちょっと新曲でやります。ロックの日ね、一緒に行きましょう。ロックの日行きます。君を目の中で消えたどうして君でどれやか。おお、おめでとうございます。おめでとうございます。ザ・ピーズ30周年武道館おめでとうございます。高校の時にザ・ピーズを聴いて、とどめよ派手にくれを聴いて、もうずっとバンドやろうって思って今までやってます。よろしくお願いします。ザ・ルカです。ちょっともう思い入れがありすぎてちょっと喋ることもまとまってないんですけど、バンドやれてるのはもうザ・ピーズ先輩のおかげだと思ってます。ちょっともう頑張っていきたいと思います。微力ながら6月9日もね、はい、全員で参戦しますのでよろしくお願いします。お願いします。イエイ。お願いします。